はいえー、ホワイトベース館内放送でございます。はい、えっとね、きょは31日にやったですね、えー、渋谷のハロウィン、はい。もう忘れてると思うんですけど、皆さん。はい、もうねそう、31日からまだ1週間経ってないんですけど、世間はもうほぼハロウィンのあの珍事を忘れております。はい、いいですか、炎上っていうのはこの程度のもんです。 はい、だからね、あのー、何か問題になったとしても、まあ、発信してる人たち、特にそうなんだけど、あのいろんなこと禁止する人、多いと思うんですけれども、まあ、人の心に残り続けるっていうのがね、どれだけ大変なことかっていうのはよくわかる現象だと思うんですが、えー、とご存じない方のために、はい、渋谷でですね、えーまあ、例年、ハロウィンが大暴走をしていると、でえー、大変なです、ね、ボートが発生したりだとか、 軽自動車ひっくり返しちゃったりとかね、えー、とんでもないことが起こるので、えー、今年は渋谷のハロウィン来るなということになってたぐらい、大変警戒をされていました、でその中で一番大きなニュースになったハロウィンの大騒ぎが、なんと渋谷でオートバイが、忍者ですね、オートバイがですねタクシーにウィリーしながら突っ込むという事故でございました。はい えと乗車していたのはあ、おそらく日本人ではないのではないかと思われています。えー、動画が撮影されておりまして、その時に入っている音声の、えー、から、ですね北京語が聞こえてきてたことから、ですね日本人じゃないのかもなということと、まあ、乗っていたバイクは忍者250、えー、をカスタムしてあり、まああの、特攻服を着ていると。 一点だけ評価したいのは、ちゃんとフルフェイスをかぶっているということですね。ただ、後続車両はハンサンダルだったりとかですね、えー、していました。はい。 で、あのー、これが、まあ、要するに渋谷のですね、えー、ど真ん中、繁華街のど真ん中で、えー、調子に乗って何かしようとしたんでしょうね、フロントアップしようとしたのか、それともバンアウトし,しようとしたのかわからないんだけれども、あのー、操作を誤ったあ、まあ操作を誤ったんですよね、これはね、正確に操作をできてないわけですから、操作を誤って、ですね、前方を走るタクシーに突っ込んだと。で、そのタクシーに乗乗っていた乗客 もうどうやら中国人。 らしいといいとう中国語を喋っていた、まあ、これね、中国語っぽいものを喋っていても、中国人かどうかっていうのは分からないですからね、あの普通語いや、要は北京語的な言葉を喋る人たちっていうのは、中国本土の人のほかに、台湾人もそうだし、シンガポールの人もそうだし、マレーシアの人もそうだし、なので、えー、世界各国、いろんなところにですね、北京語、普通語を喋る人がいますので、まあそういう言葉だったからとして、中国人、中国って広いですからね、その中国の どこの人かっていうのをですね、えー、限定することはできません。はいね、というようなあ話が広がって、広がりました。でね、えー、非常にこう、問題。 になっってて、えー、多くの、ね、あののねあバイク乗りり人たちががっかりしてで僕自身もね、えー、かなり、これはね、僕、あの渋谷は僕自分の地元なのもあってですね、あの非常にその渋谷で起きることに関しては、あの地域住民的な見方をしていますので、あの非常にこう腹立たしい出来事だなというのを感じております。はい。まあ、あの皆さんもね、きっとそうだと思うんですけど、はい。 で、あのー、ね、今回の、事故のですね、えー、まあ、関心がどこに集まっていたかというとですね、これ事故ったやつ、この後どうなんのっていう話なんですね。で、動画を見ていると、あのー、突っ込んだ時の周りの様子がどんな感じかっていうと、ウ <laughs> えーイウ、えーフーウェーイヒュヒューみたいな感じだったんですよ。ヒューヒューはないかもしれない。ヒューヒューだと、 平成トレンディドラマになってしまうからね。はい。あの、なんですけど、まあ、まずその様子がおかしいっていうのと、タクシーに突っ込んだからまだ良かったけど、あの勢いですごい人混みなんですよ。人混みに突っ込んでたら、まあ、けがもしくは死亡事故になってたんじゃないかとういうこと。 えそれから、当然、突っ込んだやつは何考えてるんだと、もうバイクに乗る資格はないところか、まあ、運転する資格はないとういうことと、えー、どうやって責任取るんだとか、まあ、責任範囲がどんな責任が来るのかとかね、そういうところがまあ言われております。はい、であとは、とりあえずその確定しているところから言うとですね、まあ、これはおそらくは、あまずは物損事故ですね。 えー、完全に物損です。で、あのライダーがあの、運転手の方が、あの怪我してようがなんだろうが、加害者なので、これは完全に、ね、物損事故ですね。で、責任範囲でいうと100対0です。はい。これは完全に100ゼロ、0。前を走っているタクシーに過失は1ミリもないです。はい。なので、えー、ライダー側がー、バイク側が全責任を負う形になります。はい。えー、当然、行政処分。 がありますで、免許はめ一発免停でしょうね。で、一発免停、なおかつ、もし飲酒をしていたりとかしたら、免許取り消しになるかなというふうに僕は思います。はい。で、もう一つ、その任意保険。これはね、一応その専門家に実を言うと僕は聞いててですね。で、一応この、この件というのは、 割とその保険業界を駆け巡っていたらしくてですね、えー、回答が来たのが昨日の夜です。はいえー、結局あの、物損なので、大仏は降りるそうです、はい。で、この人の入ってる任意保険の会社に聞いたわけじゃないよ。一般的なあの見方として、もし入っていたらというスタンスで聞いてますけど、もし入っていたならば、大仏はこれでも出ます。これ 故意にやったもんに対して出るのかというところなんですけども故意かどうかについてはちょっと判断しがたいですねこれはバイクの操作を誤ったものですから、まあ、自ら自分のバイクを壊そうとする人はいないでしょうし前のタクシーがね例えばなんかそのな,なんか。 とんでもない、こう、なんか前のタクシーがこう、変形してバトルロボになって襲いかかってきたとかそういうのじゃなければ、自らのバイクをぶつけてね、あの、やっつけるっていうことは、仮面ライダーでもない限りはやらないんですよ。すまない、サイクロンとかやらないわけですよ。ね。で、それ、そうなので、だからそれが恋だったかどうかについては、ちょっと判断しようがないので、 えー、物損事故、単純な物損事故として、大仏は出るとこういうことですね。はい、すげえな、任意保険。あとはその、まあ、相手の,その車で、えーまあ、誰か怪我をしたりとか、まあ、そういうのがあれば、対人もおそらくは出ますね。はい、ただ、まあ、搭乗者がどうなるかと、搭乗者 怪我してるかかどうか、まあ、見たところそんななんかねあ大怪我してる感じには見えなかったんですけどもについてもお,おそらくは出ますねこれははいえー、要はその周りが周りや本人たちが大喜びで事故った後にどんなリアクションをしていようが あの事故は事故で、相手の財物に対して迷惑をかけた、損害を与えたことという部分での評価になりますので、えー、保険に関しては、あの特にあの問題なくてるみたいですね、はい。すごいですね、保険ってね、本当あの、入るべきだなと思いましたけど、ただこの人たちが保険に入ってたらの話ですけどね。はい、で、まあ、あのそれがまあ保険と、まあ、警察関係のことですよね。はい で、じゃあ次にですね、えー、僕が個人的に問題にしたいのが、まあこの人たちね、あの、多分これドンキとかで売ってるコスプレだと思うんだけど、特攻服を着てるじゃないですか。ね。あの、で、この,の人たちが、あの、中国籍の人だったと仮定して、この、まあその若い子だたちでわ、若い中国籍の子だと仮定して、留学生等だと仮定しますよ。本当かどうかわかんないけどさ、 このトップ幸福を着るということを何だと思ってるんですかね,ね別に僕は、あの、それが神聖で崇高なものであるからっていうことが言いたいわけじゃないですよ。むしろ逆なんですよ。あの、こういうのは漫画の中だけの存在であるべきだと僕は思うんですね。しかもその漫画にしても、なんか、あの、かっこよく、ね、 書いいちゃゃう漫画ってあるじゃないですか、まあ、昔もやっぱあったし僕はただギャグ漫画として読んでたんだけどあのー、カメレオンとかねギャグ漫画として読んでたからなんかそれが本当なことだとは思わなかったしかっこいいと思わなかったしあれを見てその本気にしちゃってる人たちで大丈夫かこいつらっていうふうに僕は思う小学生でしたはいなのでまあ要するにその反社会的な ものですねこれは。反社会的なものというのは、それだけであの暴力や、暴力や、その、ものを壊したり、人を怪我させたり、盗んだりっていう意思表示に見えるものですよ。で、それをこう、身にまとって、暴走行為をしてやろうという意識があったんですかっていうところを、僕はちょっと問題にしたい。ね あの例えばこれが「その鬼滅の刃」とかのコスプレとかだったらま,まだ別にいいんだけどこれなんかのなんかのねコスプレなのなん,なんかの漫画のコスプレとかなんですかわかんないんですけども,、まあ、もしそうだったらあれなんですただ単にその暴,走暴走族って言ってもその中でもかなり反社会的で暴力的なあもの に対しての憧れを持って中国籍の人がこれを着ていたっていうのはなんか僕的にはちょっと腑に落ちない、はい、と思いますで。漢字いっぱい書いてあるじゃないですか。ね、こういう人たちがさこういう難しい漢字をたくさん書いた服を着るっていうのは要はあの頭悪いことの裏返しじゃないですか。ね、バカの裏返しですよ。要は自分自身は要はこれだけのことはこれだけのことが分かるやつなんだ っていいうのをう見せつけたいだけただでしょう意味わかりますそれ以外のことはわかんないんですよ要するに。バカと思われたくないからわざわざ画数の多い漢字とか書きたがるんですよで。それもなんか結構間違ってたりとかするパターンが多い。っていうもののなんか象徴ですよね。だからね、すごくそのオートバイに乗る上での、まあ、日本の中にある。 そのオートバイに乗る中での最も恥ずかしい部分をこう身につけてこう走ってるっていうことを中国人の人たちがそれを認識していたのかどうかっていうところをね僕はちょっと気になるんだよなどう見られているのかなっていう部分なんでねまあそこまで深くは考えられてないだろう考えてないだろうっていうところの方が多分最もあのね説得力のある意見だとは思うんだけどさうん あの正直指定暴力団の,そのエンブレムをつけて走ってるのとあんまり変わらんわけですよもうこういうことってのはもう今の時代すでに。何かギャグや冗談で済まされて逆に今だからそうギャグや冗談で済まされるのかな分かんないんだけどさあのやっぱり日本の司法機関がさああ真面目にこういうことをしてる人たちを,をあの取り締まってきた。 っていう事実があるわけですからあ,のあんまりコミカルにね書くのも僕は嫌だし前も言ったけど指定暴力団みたいな人たちの話をなんかあのヒーローみたいにね、えー、書く漫画が増えてるわけですよ。なんかあの元ヤッピーみたいな人をあのヒーローみたいなポジションで書く漫画。 であのインディーズ系の漫画でも結構あるわけなんですけど僕ああいうの大っ嫌いなんですよねでそういうのをまだギャグとしてやってんだったらまだしもギャグとしてもなんかこういうのはもしドンキとかでこう売ってんだとしたらね生残すべきじゃないんじゃないのっていうふうに僕は思うなだってあの日本国内でさあの まさかだけどさ、あの逆まんじね、ハーケン・クロイツでしょ。あれをさ、その手に入れ、あれをもじった、あれをさ、パロディにした、パロディっていうかさ、あ,あれそのもののコスプレを手に入れようと思ったら、結構特殊なとこ行かないと手に入らないわけじゃないですか。で、普通にじゃあそれ、そういうものが近くに売ってるかっつったら、売ってないわけでしょ。 そのものの規模で言ったら違うかもしれないんだけどさ社会悪としては日本にとってはそういうあの暴力団だとかそれにこう付随する反社会的なものの象徴っていうことの方が、まあ、悪としては根ざしているとその深刻だと僕は思うんだよね。で安易な気持ちであのこういうものを着てはいけないと思うし、まあ、安易な気持ちで冗談として着てたんだろうけどでそれを。 来てしまうう外国人かどうかかどどわないけど中国籍の人としての意識例えば中国籍じゃなくても日本の若者だったとしても安易にこれを着てしまう人たちのそのバックボーンとかねっていうものを非常に僕は気にしたで例えばこれ、まあ、当然警察にこれ捕まってると思うんだけど やっぱり警察としてはすべてを疑う要素に入れてくるはずなんですよ。君たち、なんでこういう服を着ているのとで、どっかの組織とつながりがあるのかなっていうところで、まあ、当然、疑われるわけですよ、当然、それはね、今そういうところが、あの反社と、ね、つながりがあるっていうのは、当たり前のような、当たり前だから、もうそういうのね。だからそのつながりりもやっぱり 疑ってくるだろうしまあもし本当につながりがあるとしたらただの交通事故では済まないところに展開していくわけだろうからねえその理科に冠を正さずみたいな言葉があるけれどもさ単純にハロウィンを楽しみたいだけの仮装って言うんだったらまあこういう,いう服装っていうのはするべきじゃないんじゃないかなっていうのはまあ思うよね僕は。はいね <laughs> っていうのは、まあ僕自身がね、オートバイ業界の人間だからっていうのもあって、まあ敏感ではあるんだけども、あのー、まあ、そういうのがね、大好きっていう人いると思いますよ。ね、いると思うし、そういうのが大好きでも、バイク好きだから、そのバイク好きっていうところの部分では僕は仲良くなれると思う。お友達になれると思うし、趣味の話はできると思うんだけれども、やっぱりその反社会勢力としての側面、 ではあの絶対に相入れないかなかといって押し付けはしないよあのいやそうしたかったらすればいいしそれがその人たちの青春だったら別にそれはあの僕が否定する部分ではないでも話としてされたとしても「あのあそうですか」としか言えないですよね「ああそうですか」としか言えないし自分の家族や友達が餌食になってなくてよかったなってほっと無理を撫で下ろすぐらいですよね あとは、まあ、そういう人たちはそういう人たち同士で、あの、やり合ってただけだったら、周りに迷惑かけないでやってたんだったら、まあ、それはそれで、あの、まあ、俺には関係ないから何ともないけれどもさ、そうですか、いいとも悪いとも思わない。ね。それに対してコメントをすることもないし、わざわざ聞くこともないし、そういうつながりの人を紹介してもらうこともないから、とにかく無関係でいたいっていう存在ですよ。 ただオートバイっていうのはそういう,う、ね、人たちっていうのがある程度いるもんだからやっぱ一緒にされることはありますよね。ねバイクの絵な,なんかみんな暴走族だって言われる時ありますよね。ねでそれ言われて自分は違うけれどもまあそういう。 地域はバイクといえばそういうもんだと思うから、あのまあ、違うけれども、まあ、あの仲間でもなんでもないけども、僕が謝ることで、その人たちの流因が下が,下がるんだったらいくらでも謝りますよってのは前から言ってますけどね,、はいねまあ、そういうことまでちょっと考えちゃったなで、これ、かなりメディアに出たでしょあのメ、メディアっていうのはテレビとかね、そういうものに出たじゃないですか、だからこれだからバイクはっていう風な感じに多分なったと思いますよ。ね まあ、なったと思うからって別にどうっていうわけじゃないんだけどさなんかねあの本、ー、当多くの人が気をつけてることもこの数名の本当ごく少数のですね、えー、失敗によってこう一気にパワーになるっていうことはなんか本当やるせないなと思いましたはいだからねいつも言うんですけどまあ彼らもねこれを機会にバイクやめるか 心を入れ替えて戻ってくるか、それか、ウィリーとかすればするほど喜ばれるような業界に飛び込むか、ね、どれか選んでいただければなと思います。はい。ねえー、というわけで、館、えー、内放送させていただきました、はい。皆さんのバイクライフのお役に立てれば、はい。えー、幸いでございます。失礼します。